いでよ、アルゴン。いやー見てよこれ、めちゃくちゃかっこいいでしょ。お、ハヤブサか、思い切って買ったんだな。てかハムスターに猫に取り付け。動物好きか。まあ、動物は好きですよ。っていうか、今まではリンクスの時は、リキティランナー使ってたでしょ。あの鳥ちゃんが進化したのよ。いや進化しすぎだろ。それにしても、かっこよくない？私は刀一本しか持ってないのよ。もしハヤブサが飛んできてくれなかったら落ちてしまう。動物との信頼関係があってこそなせる技ですね。バーガーさんのお店、こんなに大きくなってたんだね。ラグに負けずに見に行った甲斐があったよ。お、でもやはり NT、早速敵が来てるな。でもこっちは青のドラム弾拾っている。よし、相手のシールドもなかったし勝てたわ。アイテムあさりも早くしないと、もう次の敵が来てるぞ。あ、ほんとだ。水を渡ってくる。でもこのドラム弾で、うわぁ攻撃食らった。ハンティングライフルか。でももうちょっと。ふぅ、危なかったわ。回復探してたらストーム入っちゃったけど、ハヤブサちゃんのおかげで脱出できそうね。しかも移動する直前にスラープ見つけて飲んだから、体力シールドもマックスまでつけられるわ。トマトテンプルに来ました。って、どっかからヘビ砂で撃たれてる。この上のところかな。下から登るのはやや不利だが。やっぱりそこね、ドラムガンで攻撃。よし、白ダメージで結構入った。しかし相手にも攻撃されてたまらず建築。どうしよう。怖いけど相手もあと少しだから、ドラムガン片手に突撃。やった、ギリギリ倒せた。ってやばい、もう一人来てんじゃん。ミニポ二つ飲んでる余裕もない。うおー、タクショだ。あっぶねー。撤所決まってなんとか勝った。だがしかしもう一人敵が。やばい、さすがにそれはもう無理。誰か、助けて。いや、この状況で助けてくれる人なんて。あ、アルゴン。ありがとうありがとう、頑張って避けてー。すげー、アルコンの華麗な翼で、ギリギリ銃弾から逃げ切ったぞ。ありがとうハヤブサちゃん、助けてくれて感動したわ。絶対最後まで生き延びてみせるわよ。その後包帯とデカボン見つけてここまで回復。河口を歩いてたらちょうどよく敵が。ラッキー、こっちに気づいてないわ。うっそー、大量のアイテム。視界性だな。さあ、武器選び放題だ。どれを持っていくんだ？ヘビ砂ブーム棒ドラムガン。だから言ってるでしょ、ヘビ砂とブーム棒はどっちも捨てられないって。回復も捨てられないし、グライダー、元いハヤブサちゃんを呼ぶ刀も捨てられない。そうしたら近距離と中距離を一つの武器で済ますしかない。ドラムガンなら十分よ。でも、終盤にショットガンなしって。大丈夫、ハヤブサちゃんは鳥なのよ。君を華麗に飛び回り、近距離に持ち込ませないわ。さあ行くわよハヤブサちゃん。木の上から、狩りの時間よ。鷹の目ならぬ、ハヤブサの目で探すってわけか。さあ、今度はブーム棒よ。よし、当たった。さっきから当ててはいるけど、キルは取れないな。よし、あっちの木に打てるわよ。ほんと、毎回どんなとこにも飛んできてくれて。お利口な鳥だぜまったく。よし、ヒット。さあ、先にどんどん高いところに登っておくわよ。大空を制した者が、この勝負を制するのよ。相方が中二病になってしまっているが、多めに見てやってくれ。よし、これまた狙撃チャンス到来。キルこそしてないけど、着実に敵を疲弊させてるわよ。敵はまだ4人いるけど、何人がこの斜面を登れるかだな。一番高いところにいるのは私ね。しかも私には、ハヤブサちゃんがいつでも飛んできてくれる。さあ、おいでハヤブサちゃん。何度やってもいいなこれ。ほんと、鷹城になった気分ね。さて、ここは登らせないわよ。おっと、ここで二人同時にストームで行方不明。あと敵はあの人だけだぜ。そっから登ってくるか。いや、早めに高いところに登っておこう。あ、勝ったな。よし、結局最後みんなストームでやられたわね。そんな中生き延びることができたのは、完全にハヤブサちゃんのおかげよ。いやー、信頼できる動物が増えてよかったな。やっぱり、ヘビ砂ブーム棒ダブル持ちは強いわね。なんか最近のビクロイそのパターンが多い気がするな。お、ヘビ砂だ、ということで今回もダブル持ちしよう。てか金武器ばっかりじゃねえか。うん、これはソリッドゴールドだからね。このモードだと簡単にヘビ砂ブーム棒を揃えられるのよ。まあそうだけど。スカーブーム棒ヘビ砂って、また近距離ないじゃねえか。でも今回はチーム戦、味方さんとうまく役割分担すればいいのよ。私は後方からの射撃でチームに貢献するわ。
うわぁ、外した。やばいやばい。ダメだ、味方さん交代。おい、さあ一発当てただけで逃げてんじゃねえか。だ、大丈夫。後で活躍しますから。ほら、味方さんがショットガンで、しっかりと倒してくれたよ。おぉ、ナイスなんだぜ。うわ、あんなところから撃ってきてるよ。おい、今こそ遠距離の出番なんじゃないのか。ちょ、今のはさすがに厳しかった。てか体力やばいからミニコだけ飲まさせてもらうわ。わ、ロケランの音？味方さんが撃ったやつか。もう一人の味方さんがシャドウボムで登ってくれてる。一人は下からロケラン、一人はシャドウボムで接近戦に。霊夢は役に立ってないぞ。ちょっと待ちなさいよ。私の出番はここからよ。そう、ヘビ砂を使ってね。よし、これが私の役目よ。お、やっと1キルしたか。でも結構食らったな、回復しないと。今回、アンチにはだいぶ恵まれたわ。他のチームは必死に移動してきてるな。って、ブーム棒の弾あと2つしかないじゃん。明日も1つ無駄にしちゃったわ。でも私にはヘビ砂もあるからね。お、ヘビ砂でピンクマちゃんダウンだな。よし、あとは下からも敵が来てるみたいだから。まずはスカーで攻撃。味方さんはククマル撃ってるな。もう保管庫行っちゃったけど。さて、ここでブーム棒最後の一発を使うわ。よし、ダウン取れた。ブーム棒はもう終わり。わざわざ順番変えなくても。あーっと味方さん一人ダウン。マジか、近くに敵いる感じしなかったけどな。味方さんが蘇生してくれてる。私が見張りね。でまたピンクマちゃんだ。復活したばっかりだったんだろうな。よし、次は下のロッツよ。ジャンプパッド壊したな。あ、やったー。ビクロイだ。もっと敵いるようにも思えたけどな。ダウンしてた人が多かったんだな。さあ、味方さんと喜びを分かち合いよ。お、ダンスムーブしてるな。はい、これもソリッドゴールドの試合です。まあおまけみたいな感じだな。ここにタレット設置して、いきなり壁ぶち破って相手を驚かせよう。いやちょっと待って、その前に、あそこに小さく敵が見えてるわ。うお、当たった。よっしゃー、しかもダウン取れたわ。これタレットよりブーム棒の方が効果的かも。う。でもやっぱり見えにくい。ブーム棒の唯一の弱点といえば、ズームできないことかしらね。そりゃあもしハンティングライフルみたいにズームできたら強すぎるからな。ただでさえめちゃくちゃ強いのに。もういいわ、建築結構してきたし、今こそここに隠しておいたタレットの出番よ。いや隠せてたかどうか微妙だけどな。あ、なんか倒せた、ラッキー。これタレット結構強いんじゃね。このまま頑張ってみるわ。おい、相手ブーム棒だけど大丈夫か。この距離で狙うのは難しいはず。ちょんちょん噛んでるしね。なにうわ、あそこから体に当ててきたぞ。やっぱりブーム棒には勝てなかったか。やられた。ありがとう味方さん、蘇生もしてくれて医療キットもくれるなんて、とっても優しい人だ。よし、3対1だ、いけるぞこの勝負。ああ、さっき私を助けてくれた味方さんがやられた。早く助けなきゃ。あとちょっとだから頑張って。ああ、ここでストームが。やばいけど、右上だけは少しだけ隙間が。よし、ここを壊して、焚き火を設置しよう。さっきの味方さんも、うわぁ、またやられちゃった。人数的には有利なのに、ゴテゴテに回ってるな。もう一人の味方さんも体力あとちょっとだし、どうすれば状況を変えれるんだ。そうだ、裂け目でみんなで飛ぼう。この場所では分が悪すぎる。で、あれ、なんで私だけ飛んでんの？他の二人も巻き込むつもりだったのにな。ああ、しかもその間に味方さんがやられちゃった。ごめん、なんか逃げたみたいになっちゃったけど、上は取れた。ダウンしても敵の場所を教えてくれてる、みんないい人ばっかりだな。よし、絶対に負けるもんか。みんなの思いを背負って、何としても勝ってやる。二人ともリブートカードになってしまった。カードになってしまっても、思いは一つよ。みんなでビクロイ取るのよ。やった。ありがとう味方さん。最後の一つ良かったな。大逆転されるとこだったが、ギリギリ勝利だぜ。ということで、今日の動画はいかがだったかな。いろいろ詰め合わせだったな。でもやっぱり、ファルコンがかっこよかったんだぜ。そうね、さすがレジェンドのグライダー。奮発してよかったわ。それじゃあ、私たちはここらで失礼するぜ。また別の動画で会おうね。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。グサをゆっくり、のコードを入力して、ぜひ、クリエイターサポートをお願いします。こちらには、この動画を見てくれた皆さんに、おすすめの動画のリンクを貼ってるぜ。ぜひチェックしてみてくれなんだぜ。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、また次の動画も見に来てくれよな。まったねー。